はい、どうもこんにちは、アルチです。今回もですね、マッドノースやっていきましょう。さあ、2周目ですね。さあ、こんだけ進んできまして、前回ね、アイテムとかマップの概念がちょっと理解できてきたところで、続きですね。さあ、ちょっと進むと仲間がいて、このハテナには大抵アイテムがあるということが分かりましたね。で、今ですね、歩兵ですけども、エリートじゃないな、ベテランの歩兵と、普通の歩兵ですね、と、ベテランの弓と、民がいます。こいつはちょっと次の戦いでアップグレードしますね。まあ、ここ次第かな。まあ、あいつはどうしよう。歩兵かながいいかな。槍でもいいんですけども、結構ね、アクティブに動いて戦って、休憩してる間も戦えるようにっていう風にしてるので、歩兵がいいと思いますね。さあ、弓どんな感じだろう。あんま精度が高くないんですけど、それが上がったらしいんでね。さあ、これか。うわ、かっこよくなったな。低くなりますね、レベル上げると。それがいいですね。さあ、今回登る箇所は3箇所ですね。違う、2箇所か。なので簡単だな。裏から来たらあるか。待てよ、こいつね、角笛増えたんですよ。1回まで使えるんで、ちょっと戦っていこう。ここで多分高所取ってるんで有利なはずなんですよね。ここで戦って、まず最初の敵倒しましょう。盾を持っていますね。で、精度と攻撃力上がっているので、そこに期待かな。でもこれ構えてる間は多分やれないんでしょうね。ナイスナイス。こう崩れると使えると思うんだよね。まだ早いんじゃないかな。一応やられたから使いはしますけどね。さあ、裏から来るぞ。さあ、このオレンジ色の部隊が弱いので置いておきますか。一応ですね、その最悪の事態に備えてっていう風に置いておいた方がいいかな。上に行かれないようにしよう。こうか、ここと、まあ、ここかな。ここ上行ってもしょうがないか。いや、強。おお、待って待って、結構減った。さあ、使おう。やってきましたね。1回だけ使えるんですけど、こうやって増やせるんだね。毎回使えるのかな。あ、弓か。これ弓でいけば勝てるよね、簡単に。あっちも弓ですね。引いちゃって、さあ、勝ちましたね。補充はまあいらないかな。あ、裏か。まあ縦なんで打ってもしょうがないですよね。一応なんか削れないかなと思って向かわせるはしますけどね。きっと減ってないですからね。オレンジがやっぱまだ戦力になってないというか、使えないですね。やられちゃうといけないので、これ登ってそこで戦うのか。じゃあここで戦おう。待ち伏せしますね。まだ来てるな。あれまずいな。早く倒していきます。よし、倒した。オレンジもですね、向かわせて、青も移動ですかね。登る場所がね、ここは遠いので守れてますね、弓はね。よし、行こう。こんな感じでいけるでしょ。全員で行きましょう。 OK、 いいねいいね。おー、嬉しいですね。まずこいつアップグレードしてあげて、あと今全員ないんですよね。6枚余ってるのか。スキルが7でできるので、スキルアンロックもありかな。弓、いや、どうしようか。とりあえずこいつにあげとこうかな。まあ、4-2とかであげときましょう。
まだ決まってないからね。さあ進みます。結構大きいんじゃないかな。多分あのマップのマップ中で見れる大きさも反映されると思うんで、そう考えると大きいですよね。あ、アップデートしてないや。しまった。まあいいか。1000ぐらいね。編成決定しましょう。まだそういえば決めてないんで、時間が与えられたと思えばいいかな。で、敵の盾に対して強い槍をね、使ってみようかなと思ったんですけど、どうかな。狭いですよね。なんか平らな感じかな、マップが。上に小さな家が1軒なので、あまり守る必要はないのかもしれないですね。こっちを置いとくか。さあ、来ますね。まあ、こうやって守るかな。オレンジ控えかな。いいね。あ、来てるか、こっちから。ナイス。お、まだ結構来るな。あれは3人か。撃て。1人でも減らしてくれ。ナイス。お、いいねいいね。こちら辺にいましょう。上陸前にだいぶ減らせますね。あ、いいね。安定感があるぞ、弓いるとね。結構次も多いね。来るまでに何回撃てるか的な。おお、裏からも結構来たな。正面側がいないので向かってあげようか。しまった。よし。で、次あっち側から大群ですね。裏から来てないと思うので、意味も含めて移動しましょう。裏から抜けられないように1人押さえに置いといて、ここで総力戦かな。来てないよね。よし。あんま減らなかったな。抜けられちゃったね。裏じゃなくて普通に正面から抜かれましたね。さあ、角笛は使えない。燃えてると使えないから、こうか。よし。さあ、二方向、縦ありと縦なしか。こっちから行きながら、立てない方に弓をぶつけて、オレンジを上に置いといて、抜けれないようにして、こいつ下に置いとこう。うわー、強い強い。あと一人、あと一人。こいつきっと町の方行くと思うんで、抑えましょう。で、最後ですね。あ、そっちか。基本的に敵は上と下がある場合、一応下を狙ってくるのかな。やっぱ人がいないから狙うだけかな。ちょっとあれ完璧に守りましょうか。弓ここで、ここ36しよう。36、これ一応通れないですからね。で、向かうと。さあ、こんだけ戦って3枚か。新たな仲間求めてですね。さあ、ここで悩ましいのがクラスですね。槍を置いといて使える気がするんですけども、まあいいかな。よし。
上に新しい仲間、下にハテナか。これいけるんですかね。迫ってくるから難しいのかな。とりあえず仲間目指していきますね。一人目。あ、落ちたな一人。なるほど。多分一番最後に登録されてるメンバーが落ちると。赤か、かっこいいですね、顔グラがね。さあ、嵐的なエフェクトですね。来たね、盾か。まあ、あれはね、こう上陸戦戦いましょう。弓上に上げて、こいつも結構今角笛で一回だけ呼べるのでバリバリ戦えますね。あまり強くはないですけど、やっぱエリートくらい、いやベテランか、ベテランくらいがちょうどいいかな。いやー完璧。あれはまあもう登ってくる場所まで行こう。あ、まだ来てますね。あれは弓で行こうかな。あれ弓ですね。てか、撃て、頼む撃て、当たれ、いいねいいね。あと一人、よし。レベルの差見せましたよ今。あ、やばい、後ろから入ってきた。いけ、よし、 OK、 なんとか間に合いましたね。弓の大舞台ですね。近接で詰めながら戦おうかな。でも移動できるな。やっぱ行きましたね。挟みますね。さあ次は盾の、大規模な集団。あれは待ち構えると押されちゃうので一歩離れておいて集団で襲うと。でこっちが抜けられる可能性があるのでちょっとね脆弱ですけど舞台を置き、紫は待ってた方がいい。さあ次裏側から弓の集団ですね。行きながら呼べるかな、呼べない、あ、そんな食らってないんですね。ナイスナイス。あんま来てないね。打ち合いましょう。やられた。ここに移動すればいいかな。ちょっと今弓の対決破れましたね。かなり食らってしまった。さて弓の集団だな。まあ一番やりやすいっちゃやりやすいけどね。敵あんまり強くないので弓はね基本盾で構成されているので、これちょっと補充いきますね。一応やられちゃうともったいないのでね。撃ってくるな。行くか。こうやって移動して赤もね撃ちますか。移動攻撃できるので追いかけ続ければ勝てますね。よし、さあこれどうしようかな。こいつを変えるか、こいつ製にするために使うか、スキル、まずスキルやろうか。スキルやって残りが6枚ちょうどいいな。
それか弓に使ってスキルアンロックに貯めるのもいいですね。一点集中射撃か、使ってみたいところであるよね。こいつ使うかな、余ってますからね。まあやっとくか。これ一応ね、ターン移動しなくても一人で次の島に行けますね。きっとダメだと思うけど、きっととかいうレベルじゃないか。よし、飛びかかりアンロック。お、あ、飛びかかりをさらに強くするのか。あ、そんな感じね。じゃあ基本的にスキルいらなければやらなくていいのか。さあここでね、難題ですね。槍か、槍を強くしていけば相当強いと思うんですよね。槍もちょっと増やしておきますか。槍突進するいいですね。あ、ガンマ力攻撃型へと。待機中の体調あり、指示をしていません。まあいいでしょう。なんかできるのかな、内政とかでもできるんですかね。できないと思うんですけど。さあちょっと上の方面目指すか、アイテム拾うかですね。そこ悩みどこだね。上行ってアイテムが一番理想かな。よし、次行こう。さあ、お、これ弓が活躍しそうですね。で今回しっかりとね、歩兵も増えたことですし、いいですね。じゃあもう来たらだな。登る箇所はまあ単純に3箇所くらいかな。まあ家がある方に限るとね。下守らないといけないですね、そもそも。この2つで守るか。で精鋭部隊が裏を1人で押さえとけばいいんじゃないかな。弓対弓、あーやられた。そんな当たんない。うわ心配だわ。あれ弓か、しかも。待って、精鋭部隊を向かわせましょう。正面からいっぱい来てますね。まあ、いっぱいっていうレベルじゃないか。飛ばされると嫌なので移動しとこうか。飛びかかりは対象がないので上にいた時かですね。さあ次来るのは盾じゃないか、反対側から何か、あ、両方盾ですね。補充しましょう。反対側あれどうですかね。まあ、これこう、あ、登られちゃうと厄介だからちょっと布陣しづらいですね。前後に置いとくか。あれここか。登る場所にいましょう。さあ OK、 次ですね。あっちも買って、次弓ですね。弓はちょっと引いときましょう。さあこっちの弓復活したんでね、戦いに行かせましょう。やっぱ家撃ってくるか。向かって向かいましょう。あれどうやってやるの。こう、次盾ですね。補充はまあいらないですよね。こいつは一回、あ、これ角笛じゃない方か。補充してもいいくらいですけどね。それだから一応盾来ているので、精鋭部隊はね、後方一人で担当しましょう。
さあ紫は呼んで、で後ろ倒したので、あとあれか、うわ大規模な盾の集団ですね。飛びかかりしたいな。ただですね、敵は多分燃やしてくると思うので、飛びかかるタイミングは、あ、弓どかしてこことかどうで、コンパクトに持ってここ来た瞬間狙いますか。まだ今いける、まだか。いけなかったですね。さあ何枚だ、スキルいけそうだな。飛びかかりがよくわからなかったな。強化するかな。こいつさらに強くしてもいいですね。4-3かな。5-3かな。さあ、わあ広がったね。ちょっと体調集めましょう。さらにね、マウンドか。次のマップはこれだって体調選ぶんだ、出すときに。スキルもう一回おさらいしよう。飛び降りて攻撃ですよね。完璧にガキの方がいいのかな。さっきは一応移動できた感じなんだけど、これパッと変えるんだよね。槍でもいいですね。ちょっと槍一回出しとこうか。ただ相性とかバランスを見ると歩兵オンリーの方が、この歩兵2つをね組ませたいので、いいや、槍いらないですね。あ、でも今回平地だったか。まあ山岳地帯の場合は使おうかな、槍をね。さっきとか使いやすかったかもね。うん、いきますね。盾か、上に登らせましょう。これ水たまりですね。あるところは厄介だね。敵が移動するので、飛びかかりたいな、もう一回。ま、今できそうじゃないこれ。あ、これ対象ありませんって、さっきできたのであったのかな。裏から来てんじゃん。しまった、結構な規模ですね。裏は一応家付近にさせて、いや違うじゃん。違いましたね。まあちょっとあれ使い方わからないですね、とりあえず。 あとは普通の歩兵か。弓が来てますか。裏側にベテランを向かわせて、こいつは引かせようか。盾となってもらって、その間に撃ちましょう。あ、行ったね。しまった。ナイス。そして、ちょっと食らいすぎましたね。さらに集団が来ている様子ですね。あれはちょっとね、槍全部隊、槍じゃない、歩兵全部隊で向かわせて、弓もね、入れましょう。盾とさらに敵歩兵もいますね。全部前出しましょう。で、上がって、で、追うと。よし、いいですね。こいつまずいな。引かせるか。でも集団が来てます。控えとしておいて、弓もね使っていきましょう。あれ弓か、全部弓で撃てますよね。いや、これ補充でいいか。
旦抜けられましたね。いや遠くまで行きますね。追いましょう。さあ裏から盾の集団と盾の小規模な部隊か、きっとここに来るので、まあ、やりよかったですね今回使った方が。しまったな。こいつがいてもきついかもね。あ、町の方向かいますかね。両方向かいますね。であればこいつも下側に向かわせて、オレンジの状況をよく見ないとね。で弓を打てるようにして、さあ補充だな。ですぐ補充で、次来るのは普通の歩兵部隊とが2つか。なのでこの場合上行くと思うんですけど、どうですかね。上にいた方がいいかな。詰まってますね。さあ来たぞ。やべ、人数がやばいぞ。下ですね。3対3。まずこの紫色の部隊がギリギリ勝利。 OKOK で弓が追われてるんで、詰めながら弓を逃がす。さあ思ったほか強かったぞ。この死体の数ですよ。味方も相当死にましたからね。さあ8枚か。こいつベテラン化できますね。弓のスキル上げもありですね。ベテランの方がいいか、ね、あ、そうか、角笛もアップグレード。あ、そうか、こいつの斧をレベル上げるのもありですよね。とりあえずベテランにしましょう。これ3人ベテランいますね。仲間増やすかな。これ2ベテランですからね。これ変えようがない。お、槍じゃないこれ。あ、そうか、進んでくると最初から強いんだね。これ守りやすくないですか。頂点に家があって、あとほぼ登ってくる場所が少なくて、それが2箇所。片方槍で守れるでしょ。でもう片方精鋭で守るでしょ。あと弓が打つでしょ。これなんか問題全くないですよね。こうやっていればもう全箇所封じてね。どうなんだ、敵めっちゃ強いのかな。あれはなんだ、でかいですね。なんか音が嫌だな。撃て。あ、クマですかあれは。強っ。あ、めちゃくちゃ強いんですね。これ槍は死んでないっぽいよね。切り替えます。ちょっと槍の方が使えると思いますね、ここに関しては。あ、違う、そっち側行きましたね。うわ、しまった。こっちいいのか。じゃあでも結構食らってそうじゃないですか。血だらけですね、いきなり。ここに行った方がいいのかな。普通の兵来ましたね。で
と向かわせて、補充行きましょう。うわ、あれもあれまで優しいな。どうだろう、優しい方じゃないかな。来ちゃうかな。ほら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 、はまりますよ。パターンかパターンか。あ、優しい。帰ってきたね。弓ですね。向かいましょう。1対4。どうだ。勝てか。これちょっとこっち側は任せ、あー無理です、間に合わない。よしで移動して裏から撃ちましょう。ナイス。いやー血の島勝ちましたね。槍増えたの嬉しいな。とりあえずどうしよう、こいつ振っとくか。いや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 、ん？どっちしましょう。あと8枚でエリート化にするか、攻撃力1回上げるかですね。ちょっとなんか指標みたいなね、数値化されていないので、戦闘力がね、どっち上げた方がいいのかっていうのつかめないですよね。どうなんだろう。でも攻撃力って高い気がするんですよね。それならあと8貯めて両方攻撃と防御上げた方がいいと思うので、ちょっと食べますね。まあ、っていうのも、まあ、彼らもねまた上がるとこうベテランエリートと減るので、どっちにした方がいいのかっていうのをつかむためにベテランですね。槍が2人増えたのでちょっとどうしようかな。これまた使えますよね。今の戦いでも分かった通り、やっぱり登ってくる兵に関してはめっぽう強いので、やっぱ敵が登ってくる限定の戦いであればやっぱ出したいですね。まあ、マップ見て使っていこうかな。とりあえずここまでにしましょう。いやいや、かなり仲間増えましたね。